南京の巨大モール覚えてますか？ド派手な吹き抜けとアートスペースが特徴のドジモールです。空調費結構かかりそうな派手で贅沢なモールです。覚えてますよね？中国の方からのコメントによると、ピーク時の2018年の売り上げはなんと100億元超えで、中国ではナンバーワンの売り上げを誇るショッピングモールだそうです。あのド派手なトイレのモールです。 1.6 億円のトイレですよ。そのド派手なドジモールですが、1億円のトイレだけではありません。一番の売りは何といっても、キラキラ4億円のトイレです。改めて復習しましょうね。トイレです。クラブではありません。内装費4億円です。写真撮影 OK です。トイレで味を占めたモールは、トイレ集客を強化すべく、他のフロアのトイレも内装工事をしていました。2、3箇所で工事をしてました。で、新作のトイレをチェックするために南京にやってきました。新しくオープンしたトイレです。トイレ集客は健在でした。皆さん嬉しそうです。笑顔のあふれるトイレです。 TGM 入れますね。やはりクラブ。トイレ集客は大成功ですね。約 2.4 億円かかったそうです。しかしテナントさんは暇です。本当に2000億円の売り上げなんですかね。高級ブランド品もネット購入なんですか？詳しい方、ぜひ教えてください。せっかくなので、例の4億円トイレもちょっと見てみます。モールに1時間以上いたんですけど、皆さん、用を足しにモールに来て、笑顔でモールから去っていきました。微笑ましい中国のワンシーンです。4億円のトイレもまだ元気です。まさにトイレ巡礼ですね。中国で一番高いトイレです。
ちょっとだけ眺めます。トイレデートです。しかし買い物客はいません。トイレ集客の闇です。しかしモールは暇です。中国のモールにも課題はあります。どこにでもあるようなブランド店が多すぎるんですよね。結局独自のコンテンツがないと厳しいと思います。こちらも新作のトイレです。チェンですね。 TGM ご了承ください。なんだか派手で全なトイレでしたね。しかし買い物客はいません。トイレの顧客をどう売り上げにつなげるか、モールの次の一手が楽しみです。それでは用を足して帰ります。ご視聴ありがとうございました。